次の大木がある、境内型神社は、三重県戸橋戸場二丁目九の位置にある神社。神門は花火市。二十年ごとに戦宮を行っており、伊勢神宮下宮の別宮である多賀宮と、つくよみ宮の古材を用いている。出典、戸橋市下官人紀元年に創建されたと伝えられる。聖徳三年の、志要略史における八王子社が当社であると、される。明治四年に、 ガタ神社と名称を変更するとともに、合社となる。明治40年1月21日に、境外の大杉社を合社した。同年10月4日に境内社の岩崎神社、八幡社、小安神社、山野神社2社と、境外社の岩崎の上日吉社、秋葉社、山野神社、稲荷社4社、琴平社を合社した。ガタ神社が、赤崎神社の旧社地だったとする説がある。 霊祭で回れる農学は、元独四年、この地に流行した悪役を払うために、新事農が行われたのが最初である。法永四年、鳥羽藩主の松平の里サと以来、代々藩主の代理により毎年観覧されることとなった。聖徳二年には、暴風で倒れた境内の松や杉を利用して、組み立て式の農舞台が作られた。映画、ゴジラの作中で、神楽のシーンがあるが、 これは、ガタ新社の脳を撮影したものである。劇中では、オート島で島民が、ゴジラ出現の前兆といわれる不良の退散を祈願するという設定。木造の拝殿を持つ、木造の神明作り。教法18年より、下空別宮の多賀群、月読み宮の式年遷宮の古材を譲り受け、神明作りの社殿に作り替えられた。明治十三年には、多賀宮 津久よみに加え、内宮と伊蔵宮の古材を譲り受けたという。明治31年に、賭場城跡に創建されたドック稲荷を、昭和33年10月3日に、ガタ新社境内に移転し、豊坂稲荷神社と改称した。日清戦争、日露戦争、太平洋戦争で戦死した宇治港を祀る、ソレーデンが、境内にある。久喜義隆が、 戦勝祈願に訪れたと言われ、竜頭松と呼ばれていた神木を借り、軍船日本岸の船床に用いたという。吉高は後に杉を千本植えたと伝えられており、茎の千本杉と呼ばれたという。そのうちの一本だけが、境内に残存している。吉高以後の歴代と馬上史からも推計された。ありがとうございます。